3、2、1、GO！ ナッチエモール TV をご覧の皆様こんばんは。ナッチエモールの今日は僕一人しかいないんですけど、先頃9月7日にですねニューアルバム C が発売になりまして、発売になりました。イエイ。ポスター持ってきてこんな感じで、こんな感じで、かっこいい。ね、で、ビンマン誰ですか？これビンマンディレクターの M 氏。この辺出てる。M 氏の顔が、今映ってますが。映ってますね。まだ映ってる。それはい。ボカボカボカ。痛い。でですね、リリースに伴いまして、ツアーがあるんですが、はい、まごきさん、はい、ツアーが、今週末から、なります。21日が大阪ビジョン、22日が名古屋楽園、23日が、福山のケーブ、カフェケーブ、そんな感じの名前、多分この辺出てますけど。で、その後もですな、ですな。その後が、まあ、ちょっとツアーから外れるんですけど、26日に、新大田フィーバーで、チャリティーイベントを出させていただきます。すると、28日、これが、KODA の企画で、一応我々の C 発売を祝ってイベントをやります。それが、下北沢シェフです。その後が11月3日に、熊谷ブルブレスト、11月6日が宇都宮ケント、あといよいよ11月13日が我々久しぶりのワンマンライブをしていただきます。これが我々のホームグラウンドの最後の声っていうのをハイでもうもはや前売りが前売りがマジで2500枚ぐらいもう売れてるんで、あと残り6000枚っていうことなんで、キャパいくらすかそこ、とんでもないで、そうだ、前回の、ナッチエモール TV でのざめんが、ベースののざめんがしばらくお休みしますと言いましたが、ツアーのサポートはですね、新たなイケメンベーシスト、斉藤純也さん、お呼びしてます。イエーイ、純也さん、はい、お、体調良さそうですね。バッチリでーす。イエーイ、イエーイ、最高ですね。楽しみですね、ツアー武器にですね、集客を上がろう行こうかなと思ってます。あとは、まあ、あと俺と、まあ、おなじみ俺の孫貴と、あともう一人サポートが出てるな。はい、はい、バーンパパ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 パそちらも購入できると思いますので、はい、一つよろしくお願いします。お願いします。はい、十感じですか。はい、イエイ、そうですね、バッチリ、まあ、今頑張って練習してますんで、バッチリ、はい、楽しいライブができればいいなと思っておりますので、はい、一つ皆さんイエイお願いします。じゃあ最後にサルーンさんの社長古賀さんの真似で締めましょうじゃあねー。